今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネル。今回は江戸三大祭りの一つにして日本三大祭りの一つ神田祭りを行っている江戸の総鎮守こと、東京の神田明神を紹介したいと思います。実はこの神社、神田明神っていう名前が正式名称ではないってこと、皆さんご存知でしたか？またここは平将門を神として祀っていますが、実は割と近年まで神様から外されていた事実や、平将門を神として祀ってはいるのに平将門の首塚とはそこそこ離れた地に神社が建っている理由など、あまり知られていない神田明神の真実をもろもろ解説もしていきたいと思います。当然今回も神田明神最寄りのおすすめグルメを紹介するんで、そっちの方も期待しておいてください。神田明神はね、東京でもとりわけ歴史が古く、今でも多くの参拝客が訪れる神社で知られています。2年に一度行われる神田祭りは、東京都千代田区日枝神社の山王祭りや東京都江東区、富岡八幡宮の深川祭りと並んで江戸三大祭りの一つとなっていますが、同時に京都の祇園祭りや大阪の天神祭りとともに日本三大祭りの一つにも数え上げられているんで、それこそまさに天下一のお祭りと言っていいほどのもの。実際神田祭りには天下祭りという別名があったりもします。まあもっともね、この別名は江戸時代、神田明神の出汁が将軍上覧のために江戸城中に入ったので、徳川家の産砂神とされた日枝神社の山王祭りと同時に、どっちともにも、天下祭りという別名が付けられたわけなんですけどね、つまり神田祭りにだけ許された単独の故障だったってわけじゃないんで、お間違えないように。とはいえね、天下に名高い神社だったのは事実で、実際江戸時代には江戸の総鎮守とも呼ばれていました。なので全国的にも神田明神というのはかなり有名なんですが、実は神田明神という呼び名は通称で、現在の正式名称は神田神社というので、これもこれでお間違えないように。ちなみにこれは明治期に改められたもので、改められた理由は、神田明神ではね、神仏習合の色合いが強いため解消させられたということだそうです。なので神社本庁の登録も神田神社の方なんで、正式名称はあくまで神田神社。その証拠にちゃんと神田神社の正門のところに書かれている神社名をよく見てもらえれば、そこに神田神社って書かれているのがはっきりとわかるかと思います。また遠方でね、いちいち見に行けねえよっていう人は Google マップかなんかで検索してもらえれば、神田神社（神田明神）って出てくるんで、その目で確認してもらえればと思います。まあ元もね、地元の人は変わらず神田明神って呼んでますし、神社の公式ホームページでも江戸総鎮守神田明神ってなってるんで、多分どっちでもいいっぽいんですけどね。ちなみにここ平将門を神様として崇めている神社になるんですけど、別にメインの神様ってわけじゃないんで、そこのところもお間違えないように。メインの神様は大名鞭の命で、別名大国主の神とも大黒様とも呼ばれている神様になります。で第2の神様が宿儺彦名の命で、これは別名恵比寿様という神様で、第3の神様が平将門ということになります。そもそもね、この神社の創建は天平2年、西暦の730年と言われているんで、天慶3年、西暦の940年に没した平将門が、初っ端から祀られているわけがないというわけです。なお、平将門がここに祀られている理由は、京都から持ち帰られた首が神田明神に葬られたから。一説にはこの将門の首は、神田明神があったあたりまで自分で飛んできて、そこでポトリと、力尽きて落ちたとも言われています。でさすがにね、このままではなんなんで、神田明神では平将門の怨霊を鎮めるため神様として祀るようになったという次第。ちなみにその後神田明神は江戸時代江戸城増築に伴って慶長8年、西暦の1603年に神田台へ移転。さらに、元和2年、西暦の1616年に現在地へ移転させられるんですが、なぜか首塚だけはそのまま。なので、もともと神田明神と首塚は同じところにあって、平将門の怨霊を鎮めるために神様として扱うまでしてたのに、今は離れ離れにされてしまったというわけです。なお、平将門は、新しい天皇と書いて新皇を名乗った。天皇家からすれば逆賊そのもの。なので逆賊平将門を神とするとはけしからんと明治政府から怒られて一時期神様から外すことまでしています。まあ一時期言うても平将門が神様復帰したのは昭和59年。西暦の1984年のこと。まだ神様復帰してから半世紀も経っていないというところです。他にも神田明神は小説の設定上神田明神下の長屋に住んでいたとされる銭形平次の碑があったり、秋葉原に最も近い大きな神社ということもあって様々なアニメやゲームとコラボしていたりと、いろいろと見るべきものは豊富。そんな個性豊かな神田明神、皆さんも東京に行かれた際はぜひ一度足を運んでみていただければと思います。で、皆さんお待ちかねのグルメ情報の方も紹介しておきましょう。今回紹介するのは神田明神から歩いて 2,3 分ほどで行けるラーメン大師。ここは食べログトップ5000に選ばれているだけあってその味は確かなもの。ここのラーメンは透明度の高い醤油ラーメンで昔ながらの正統派中華そばといった感じ。しかし主張しすぎないラーメンスープからはしっかり鶏の旨味が染み出してきていて、むしろそうそうこういうのでいいんだよな味をしっかり楽しむことができます。ちなみにここで個人的におすすめなのはこのシンプルなラーメンとのセットで昼の部限定のセットメニューランチセットを頼むこと。こちらはライスプラスキムチがついてくるんですが、ラーメンとのセットで1000円というのもありがたいところ。店内には流行を追わず奇をてらわず、至って質朴なラーメンを至極真摯に手間かけ作るラーメン大師という文言が書かれていますが、まさにそんな言葉通りの味なので、皆さんも神田明神に行かれた際にはぜひこのラーメン大師でも舌鼓を打たれることをお勧めします。それでは今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネル、次回もまたお楽しみに。今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネル、今回もどうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は右下のボタンをクリック、高評価やコメントもお待ちしております。